はい、皆さん、こんばんは。ハリウッドスターを目指す男、ラモスです。362名のファミリーの皆さん、本当にありがとうございます。すいません、今日も遅くなりまして。失礼しました。では行きましょう。もう本題は、来月のポップアップですね。11月の9と10の土日で、東京は中目黒でポップアップをするんですけど、その詳細のごめんなさい、紹介になります。もし興味ない方はですね、ちょっとあれなんですけどお付き合いください。で、昨日上げた動画が、150万、こいつかな、150万のレザーで、今回なんですけど、ちょっと考えたんですが、一応これもお寿司と一緒で直なんですよね。このパッチを1個でもカスタムすれば値段って上がっていくものだと思うんです。カスタムのこのなんていうか商材っていうのは。なんで今の段階では、一応89万円で、これ考えてて、でこれミリタリージャケットなんですけど、これ A2、 これがうわ、これ一発古いじゃん、これ。やべえじゃん、これ。これ、1967年製の、ミリタリーの A2 ジャケットっていう、ジャンルになるんですけど、もう、これ自体が、もう、超古い。1967年製なんで、今、2024でしょ。だから、57年前のジャケットなんですね。でこれはもう本当に多分ベトナム戦争はその辺なんですかね。ただその辺のスメルっていうのをもうガンガンに吸っちゃってる、もう超リアリティあふれるミリタリージャケットのヒッピーカスタムなんで、まさにセブンティーズのカルチャーとこの1967年 A2 のジャケットがもうマッチングしてるんですよ。これが僕の、カスタムする上での一番こだわってるところ。セブンティーズのカルチャーとそのアイテムを必ずくっつける。でもセブンティーズの、パッチといわゆるベルボトムってヒッピーカルチャーのもう本当に代名詞ベルボトムのカスタムってもうストーリーがめっちゃ合ってるんですよ。でこれ、89万円のジャケットなんですけど、もうね、いろいろこれまで詰まってます。でまずこれ、フライ・ザ・アメリカン・ウェイ、もう危ないじゃないですか、これもう葉っぱの形に。このね、これめっちゃレアです。パープルのスター。いわゆる僕の中でいうダークヒーローですね。でミリタリーっていわゆる戦争ジャケットに対してダークヒーローっていう対義語をカスタムするっていうのがポイント。僕の中でですね。でここにジグザグさんでしょ。ここにブラックカルチャー。もう丸出しのこの黒人のこの拳。はい、で、今この辺の危なげな葉っぱ。今クエスチャンに、この辺はねちょっと葉っぱ系が多いんですけど、これはね定番って言っても珍しいですけどね。これ名前なんだっけ、なんとかシュナイザー、なんとかシュナイザーの作品だったっけ。この War is not healthy for children and other living things っていうのは、戦争というのはいわゆる子供たち、そして生物全般にとって健康なものではないっていう、もうこの当時のもう代表的なメッセージですね。だから戦争はするべきじゃねえぜって、ストップやめようぜとか言いながら、チクショーっていうこのナイキングがダンっていうこのキーポイントラッキングに、このスマイルも、スマイルじゃない、逆スマイルですよ。逆さスマイル、笑ってないんですよね。ここがちょっとこう、やりやるスマイルというか、もうね、いろいろ詰まってるんです、本当に。こっちもやばいですよ。69に、ピース。で、これね。これ、皆さん見えます？コーラと見せかけて、エンジョイ、コカインなんですよ。もう危ないじゃないですか。はい、危ないんですよ。で、これ、中指をこう立ててる、ね、こいつも、ピースの自由の女神。ワンウェイ、お前のやり方なのに、ここにピースみたいなね。
ヘッドパワー。とりあえずこんな感じ。これも結構やばいと思います。しかもね、ほんとやばいのしかないと思う、見る人が見たら。でね、ちょっと、これ余談なんですけど、いいパッチを、1分っぽいパッチをつけすぎたなってちょっと思っていて、よくアメリカで見るヒッピーカスタムって、え、何そのパッチみたいな。なんでそのパッチつけたとみたいな、そういう3軍、4軍、5軍みたいなパッチをあえてつけてるわけです。で、そのパッチが意外とそのクリエイターの、いわゆるこのパッションの部分が伝わったりとか、思いがこもってたりして、結構面白いんですよね。なんで、その背景を知りながら、まあ、作ってはみたんですけど、ちょっといいパッチをつけすぎたなって個人的に思ってます。見えるかな。かっこいいっしょ、こんなんもマジないっすよ。まずヒステとかがね、本当に復刻しそうな、ヒステリックグラマーとか復刻しそうじゃないですか、こんなリバイバルで。で、サンプル化してくださいみたいな。こんなんもう僕しか持ってないですからね、本当に。見えるかな。見る人が見たら本当にやばい、89万円のジャケット、これも中目黒に、ポップアップで持ってきます。で、ちょっと言い忘れてたんですけど、この売上金っていうのはもう全部、アメリカはハリウッド、アメリカに行くための資金に全部使いますんで、ご興味ある方はぜひ見るだけでもいいので中目黒遊びに来ていただきたいなと思います。で、まだまだ作品結構あって、まあ、作成中のやつもあるんですけど、その辺も、明日以降また紹介していくんで、皆さん引き続きよろしくお願いします。以上、フレイトスターです。お疲れ様でした。